1点勝負。ライオンズの内野も前に来ています。先ほどの打点で今シーズン打点が10。緩いボール引っ掛けてライトに抜けていきます。今日2打点目。三塁ランナーホームイン。ファイターズ2点目が入りました。今日のタイムリーいずれも5番 DH 大谷翔平。このカーブなんですね、こういうことになってんで、後半入ってきたらカーブのやっぱり投げることに意識付けはもっともったなきゃいけないんですよね、ワンストライク取ってるわけですから、まあ、ストライク先行という今攻めでした。清川ピッチングコーチがマウンドに行っています。先ほどはセンターオーバー、カーブがやや高めに入ってきましたね。まあ、なるとこういう打ち方うまいバッターじゃないですか、どうしてもあの当てるのは、長打を狙ってっていうのもまず三塁ランナーを返そうという意識の方が強いんで、今日2打点、打点が11。ライオンズは4回の裏同点のチャンス、ノーアウト三塁から得点はありませんでした。ファイターズは4回1点を先取、そして6回2点目が入っています。